2、失われた伝承と秘密の妖精。何作っちゃおうかな。入れる場所は、お、いい感じかも。お、いい感じかも。これでどうだ。やった、できた。どこに行きますか。ここはちょっと危ないかも。邪魔をするなら何を使おうか。戦況を変えるよ。これが錬金術の力。飛んでけ。隙
はあ、飛んで動きを合わせて。止めない。
どこに行こうかな。よし、行くぞ。どこへ向かう。推理の準備っと。推理開始。これの情報は、あ、これだ。私が知ってるのは、やった、完成。謎が解けた。どこに行きますか。ここは、とりゃとりゃとりゃ、石ころなんかでよけりゃアトリエの前にも転がってるよ。ーいしょ。やっちゃうよ。一瞬で決めます。
息つくよ。豊富なところかな。入荷する商品によって仕入れ先の店や職人さんって変わるのが普通なのよ。けどライザはそれがないでしょ。こんなのが欲しいと思ってお願いするとどんなものでも作って持ってきてくれる。一商売人として言わせてもらうけど、これってほんとすごいことだよ。ありがとうございます。まあ大量生産ができないっていうのが弱点なんだけどね。無理言うつもりはないけど、弟子を取ろうって思ったことは？私もまだ錬金術師4年目だから弟子なんて取れないよ。そっか、ライザ製商品を大量に扱うにはまだまだ時間がかかるってことね。私も頑張って作るからしばらくはそれで我慢してくださいね。おはよう、ライザー。開発ね。これでいい？ありがとね。今後も一緒。どこへ向かうつもり？ライザ、ちょっと聞きたいんだけどさ、今でも魔物と戦うことってあるの？一応戦ってはいるけど。そっか。それじゃあ悪いんだけど、一つお願いがあってさ。実はね、さっき行商人から聞いたんだけど、王都の近くで魔物に襲われる事件が多発してるらしいの。え？ただその魔物は人間には興味なくて、持っている食料を狙ってるみたい。現に襲われてるのは食料を大量に持った行商人ばかりだからね。荷物を置いて逃げ出す行商人には目もくれないで、荷物に夢中になってる姿も目撃されてるって話だし。間違いないですね。怪我人は？狙いが荷物とはいえ、
さすがに無傷とはいかないよ。襲われた人は全員軽傷。でも精神的には致命傷に近い傷を負ってるはずよ。行商人にとっての荷物って財産だからね。命に関わる非常事態なんだから。王都の警備や守備兵は動いてくれないんですか？何度も言ってくれたらしいけど、あの魔物腹が立つくらい警戒心が強いのよ。強そうな奴の前には絶対に姿を現さないの。見つからないんじゃ手が出せないの。つまり警備や守備兵とは全然違う、私の前には出てくる可能性があるってことですね。そういうわけでさ、おとりになって魔物退治してほしいなんてひどいお願いなんだけど、引き受けてもらえる？もちろん。これ以上行商人の人たちに被害を出すわけにはいきません。本当助かるよ。ありがとね。詳しいことはこれに書いておいたから後で見て。冗談抜きでさ、笑えない被害なんだよ。せかして悪いけど一刻も早くお願いね。ロミーさんがこんな真剣に頼んでくるなんて。とにかく急いで行った方が良さそうね。ねえ、どこに行くのさ。よし、行くぞ。今日は新しい何かに出会えるかも。これ以上好き勝手させないよ。どんな相手でも油断は禁物です。そこだよっ。ドハー正解連続よ。そこそこよっ。ドハー届いて。さあ始めるよ。戦況を変えるよ。楽勝楽勝。さあ早く進もう。はあ、これでもう安心かな。早くロミーさんに報告してあげよう。ロミーさん、例の魔物は退治しましたよ。やっぱりライザに頼んで正解だったわ。ちょっと大変でしたけどね。無茶言っちゃってごめんね。でも少しでも早く退治したかったのよ。頼んできた時のロミーさん真剣だったから。うん、まあ最初に言った通りさ、肉体的な怪我は大したことはないんだよ。けど行商人にとって苦労して仕入れた商品が売れる前に破損するのって本当に大変なことなの。確か命に関わるって言ってましたっけ。全財産を一瞬にして失うんだよ。死んだも同然の気持ちになるのは当然でしょう。私も駆け出しの頃に一回経験したことあるんだけど、今でも夢に見るくらいのトラウマだよ。本当に心折れかけて死ぬしかないとか、こんな商売やめてやるって本気で思ったっけ。まあもう何年も前の話だけどね。そんなことがあったのに
どうしてやめないで続けようと思ったんですか？あ、そりゃもう、ほら。すごく楽しいのよね、行商人って。本当、大好きな仕事なのよ。どこに行くの？ここはちょっと危ないかも。飛んでけ！
勢いは止めない。そこでどうだ。やっは届いたぞ。まだまだ。ホトリキュウさん、合わせて。何か使えるものはないの？これで終わりよ。ありがとう。クラウディアとカーさん、動きを合わせて。もしよ。これでどうだ。Thank you.
どこに行くのさ。よし、行くぞ。ごめんくださいな。ロミーさん、どうしたんですか。珍しいですね。ライザに報告しておくことがあるの。突然だけどロミーさん、行商人に戻ることにしたわ。ほんと突然ですね。急にどうしちゃったんですか。私が行商人の仕事を好きってのはライザも知ってるでしょ。けど休息も兼ねて思いつきで店を構えてみたら、なんかそっちはそっちで楽しかったのよ。繁盛してるのが目で見てわかるから、なんか生きがい感じちゃったりしてさ。けどライザと話してて思い出したの。どんなに苦しくてもやめられなかったくらい行商人の仕事が大好きだった自分をね。優秀な従業員も育ってきてるから店は任せられると思うし、戻るにはいい機会だと思ったわけよ。そっか。うん、いいと思いますよ。やっぱり店主のロミーさんより行商人のロミーさんの方が似合ってます。それに行商人に戻ってくれるなら私が空剣島に帰っても会えると思うし。もちろん、今度は空剣フルーツだけじゃなくてライザの新作も買い付けに行かないといけないからね。まあ今日明日とかにすぐ戻るわけじゃないから、もうしばらくオートにいるんだけど、新しい、いやいや元通りのロミーさんのこと今後ともよろしくね。何にしようかな。おはよう。な、決まりか。毎度ありがとうね。毎度ありがとうね。またいつでもどうぞ。どこに行くの。よし、行くぞ。何にしようかな。どこに入れようかな。お、いい感じかも。すごいのできちゃうかも。何入れようかな。すごいのできちゃうかも。いい感じかも。すごいのできちゃうかも。すごいのできちゃうかも。何入れようかな。すごいのできちゃうかも。これでどうだ。そんな呼び込みで珍しいものなんて手に入るんですか。結構手に入るものよ。今日もすっごいの3つも買い取ったし。意外と手に入るものなんだね。オートは行商人以外も集まる町なんだから、呼び込みでもそれなりに見つかるものなのよ。って言ってもうちの従業員の子たちですらこの辺はまだ理解できてないのよね。だから今のうちにしっかりそれを分からせるためにロミーさん直々に実践してみせてるってわけ。出発の日まで忙しくなりそうですね。まあね、本当はのんびり行商の準備とかしたかったんだけど、そうもいかなくて。
従業員もいるし、なんだかんだで王都の流通牛耳る程度には店も成長させちゃったでしょ。だからなんか放っておけないのよね。ま、愛着ある店だから当然なのかもしれないけど、行商人に戻った後で実は店主の方が向いてたなんて言わないでくださいね。そんな風に言える日が来たらそれはそれで悪い気はしないけどね。ま、とにかく私もまだしばらくは大戸で店主業頑張ってるからさ、珍しいもの見つけたりライザの新作ができた時はいつでもロミーさんのとこに持ってくるんだよ。どこに行くの？よし、行くぞ。よし、行くぞ。島に比べて王都は鉱石がいっぱいだな。やっぱり人工島だし仕方ないのかな。してるんだろう。リラ、それは本当なの？
アンペルが大昔の文献を読んでいて見つけたんだ。昔、ある国の土地が災害で汚染されてしまったことがあったらしいのだが、その植物を国中に植え、汚染した土地の浄化に成功したそうだ。すごい。その花が手に入れば、コナードルも。フィルッサに汚染された土地を浄化できるかまでは、わからないかな。それに、発見した場所も少々厄介だ。手に入れるには危険が伴う。そうね。けど、どうしても手に入れたいの。同じオーレン族として、思いは一緒だ。だが、無理はするんじゃないぞ。安全策を考えて、しっかりと準備してから行動するのを忘れるな。わかってる。無茶はしないわ。だといいんだがな。セリさん。ごめん。話聞いちゃった。ライザ。別に構わない。隠しておくような話じゃないもの。だね。でもそっか、浄化できる花が見つかったんだ。一緒に行くよ。え？セリさんだけに無茶はさせられないよ。私だって異界を浄化したいんだから。場所は知ってるんでしょ？北の森を抜けた先にあるって言ってたわ。ただ、少し危ない場所に入っているらしいの。わかった。とにかく行ってみよう。どこか行きてえのか？よし、行くぞ！キノコも毒キノコも錬金術の前には関係なし。そうれ。リラさんから教えてもらった場所ってここで合ってるの？ええ、場所は間違っていないんだけど。あった、あれよ。あんなところに？ちょっとどころか超危険なんだけど。セリさん待って、危ないよ。どうしてもあの花を取りたいの。止めないで、ライザ。いや、止めるでしょ。どう考えても自殺行為じゃん。お前たち、何をやっているんだ。リラさん、どうしてここに？嫌な予感がしたからな。まさかと思って来てみたんだが。セリ、無茶はするなと言ったはずだ。準備もしないで死ぬ気なのか。時間が惜しかったの。少しでも早く手に入れたくて。困った奴らだ。リラ、手伝ってほしいの。嫌だと言ってもやめるつもりはないのだろう。ならば手伝わないわけにはいかない。ロープだけは持ってきた。人でも欲しいところだが、これでどうにかしよう。ロープだけ？なんだか嫌な予感が。やめる気がないなら他に方法はない。さあ始めるぞ。
穴ちゃんと取れた？ええ、なんとか。二人のおかげ。よかった。無事に取れたみたいで。だが、その花では。ええ、触れてみてわかったわ。この花じゃ救えない。え、もしかしてその花には浄化能力がないってこと？いえ、この花は今まで見つけたどれよりも強い力を持ってるわ。それでも力が足りないの。そんな、せっかく苦労して手に入れたのに。次を探してみるわ。そうか。だが、あまり無茶はするなよ。ありがとう、リラ。手伝ってくれて嬉しかったわ。気にしなくていい。私も常に願っているからな。私たちの故郷が元の美しさを取り戻す日を。もちろん、私も協力するから。できることがあったら何でも言ってよ。そうね、頼りにしてるわ。たくさん取っておかないとね。素材にするとすぐなくなっちゃうし。どこか行きてえのか？余裕余裕。そこだ。よっと。さあ始めるよ。戦況を変えるよ。楽勝楽勝。さあ早く進もう。あ、何よここ。これは食材ではあるけど、どこへ向かうつもり？よーし、行くぞ。